1月29日火曜日、大安町にある乳川保育園で、いなべ市民生委員児童院協議会連合会の主任児童委員会が主催する、早寝早起き朝ごはんを習慣にするための啓発活動が行われました。現在、文部科学省では、早寝早起き朝ごはんを合言葉に、子どもの生活リズムを向上させることを目的とした、早寝早起き朝ごはん国民運動を行っています。この取り組みはその趣旨に賛同し、子どもたちに規則正しい生活習慣の大切さを楽しみながら知ってもらおうと、おととしから保育園や子育て支援センターなどで開かれているものです。2歳児から5歳児まで46人が集まった遊戯室では、啓発用のイメージキャラクター、早起きくん、夜更かし鬼、朝ごはんマンによる劇があったほか、園児が主任児童委員会の会員と一緒にダンスを踊り、楽しく早寝早起き朝ごはんの大切さを学んでいました。主任児童委員会の会員によると、近年生活環境の変化に伴い、生活のリズムを崩した子どもたちが増えていて、学習意欲や体力の低下、健康にも大きな影響を与えているということです。会員の一人は、規則正しい健康的な生活は保護者が整えてあげることが大切、家族揃って規則正しい生活リズムを身につけ、温かい家庭を作ってほしいと話していました。また要望があれば、市内の保育園や幼稚園などで啓発活動を行っていきたいということです。お問い合わせはこちらまで。